毎月25日は飲酒運転撲滅の日です。飲酒運転の恐ろしさは。記者が警察公認の飲酒運転体験講習に参加しました。飲酒運転の怖さを実感するために公道では決してできない体験講習会。運転する前に記者が飲んだのはビールとレモンサワーを2杯ずつにハイボールを3杯と結構な量。呼気中のアルコールをチェックすると 0.67、 基準値の4倍を超えるアルコールが検出されています。 0.25mg を超えているので、この状態で運転すると一発で免許取り消しとなります。でも結構なんか感覚的に酔ってる感じはあるんですけど、正直その運転はいけるのかなっていう感じはあります。課題は S 字クランクなど運転免許を取るために必要な技能ですが、いや僕 S 字は上手いと思うんですよ多分。自信を見せる北島記者。しかしいけそうな気はするんですよ。ちょっとなんですよね。これまさか今やってます、ね、そうガッテンと落ちましたね。これ僕的には落ちてないんですけど、そうですね、今落ちて乗り上がったところなんですよ。いや僕的に落ちた感覚全くなかったんですけど、見てください、落ちてます。やはり飲酒で感覚がずれてしまっています。明らかに違いますね。明らかに完全に別人でしたね。飲酒は脳を麻痺させて正常な判断をさせないんですね。飲んだら乗らない、これに限りますね。